裏レポ音声レポート裏ラジです。いよいよ来週27日に迫った J リーグ開幕戦、浦和レッズはホーム埼玉スタジアムで FC 東京を迎え撃ちます。今日も河合貴子さんに聞いていきたいと思います。高根、こんにちは。こんにちは。もう、はい、カバさん編集長、はい、ピッチの外が騒がしくって、なかなかこう開幕戦に向けてね、こう気持ちがこうグッとその、はい、していくっていうのが難しい状況ですけれども、はい、うん、もう泣き言なんか言ってられない ね。あっという間に来週ですからね。そうですよ、気を引き締めて、うん、はい、やっていかないといけないですね。はい。で、今週は水曜日に沖縄から帰ってきて初のメディア公開の練習がありましたけど、選手たちの雰囲気はどうだったですかね。いや、もう、はい、一致団結してやっていくぞ、うん、っていう、まあ、激しかったですね、見てても、はい、あの戦術的な練習もあったんですけれども、はい、ゲームも紅白戦、はい、ペナからペナの縦幅でやった紅白戦はもう、うん、俺が開幕スタメン取るぞみたいな感じの勢いで、はい、白熱した部分が見られたし、はい、かなりこう、あとフィジカル的にも追い込んだ練習が行われていて、うん、チームはまあちょっと集中して、はい、今上げてるぞっていうのが伝わってくる練習内容でした、うんうん、なるほど。そんな中、あの興梠選手が早くも部分合流したっていうことで話題にも結構なりましたけど、早いですよね、ちょっと。あの3ヶ月って言われてたんで ね。ねえ、ちょっと待ってっていう。まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないような。もうボールを蹴って、はい、ね、先週あたりからボール蹴り出したよっていうようなことは、はい、あ、沖縄キャンプあたりか、沖縄キャンプあたりで、うんうん、あの終盤でちょっとボール蹴り出したよっていうようなね、あの写真とかが届いたりとかして、すっごい嬉しかったんですけれども、はい、いや、もう部分合流して大丈夫なのっていう、ただ退陣っていう形ではなかったんですけれども、うん、スタッフをこう相手チームに見立てて、はい、こうポジションを取らせて、はい、激しいプレスっていうよりは、はい、まああの、よく人型人形あるじゃないですか、はいはいはい、格好と似てある、はい、うん、ああいう感じでこうスタッフを立たせて、うん、まあ、そこをかいくぐっての攻撃の組み立て練習では、うん、本当に右サイドからのクロスに興梠選手がいい形で入ってって、うん、もうダイレクトのボレーシュート決めましたからね、うん、あれ見たとき、いけるぞって思ったんですけど、ただただ、まだ対人はしてないような状況だったので、うん、なるほど。高根の経験的には、そのぐらいだと、どのぐらいに復帰してくるって感じになりそうですかね。ここはね、うん、焦らずね、うん、しっかり直して、ねえ、来てほしいな。そうですね。もう、無理して使ってね。また怪我したってね、一番ね。そう。うん、で一番嫌なのは、はい、怪我したところをかばいながらプレーをして、はいはい、違うところに負担がかかってしまって、うん、そこを痛めるとか、ね、はいはい、そういうことがないように、うん、もう今最新の注意を払って、多分メディカルスタッフの方々やってらっしゃると思うんですよ、うん、はいはい、ですからね、開幕戦、いきなりっていうよりは、うん、ちょっと後ですかね。ちょっと後にベンチに入るぐらいって感じなのかな。できればルヴァンカップあたりでちょっとベンチに入って、うん、はいはい、こう15分でもいいから、はいはい、指導をしてみてとか、うん、あと今週末に一応練習試合公開ですけれども、はいはい、入っておりますので、はい、その非公開の練習試合対人やるかな。やりますかね。でもそれじゃ早いよね。あのほら、コロナじゃなきゃね、練習終わった後に興梠選手がどんな感じ、はいはいはい、直接ね、直にね、うん、聞いて、いやいや無理無理とかね、興梠選手ね、話してくださると思うんですよ、はい、今の現状、はい、ちょっと踏み込んだ時に、うん、まだちょっと怖くて踏み込めないとか、はいはい、そういうのを話してくださると思うんですけど、うん、なんせそういう取材状況じゃないんで、ね、そうですね、細かい状況がちょっとわからないですからね。た
た感じ、うん、あら結構思いっきり蹴ってるわねっていうなるほど。いやでもここはちょっとこうスピードダウンしてるプレーかなとか、うん、そういう感じで見てました。なるほど。だから開幕戦いけるって言いたいんですけど、うん、いや待ってここはちょっと慎重に慎重を重ねていった方が、うん、今後のことをね、この選手の今後のことを考えたら、うんうん、チームのことを考えたら、やって早く出てほしいですけどね。でもここは今後のことを考えたら焦らず、うん、しっかりと準備してそれで段階を踏んでっていうような形で来てほしいなっていうふうには思いました、はい、うん、あとトーマス・デン選手も、はいはい、あの部分合流を今週果たしましたので、はい、うん、まあ、トーマス・デン選手はコルク選手よりちょっとちょっと早いかな回復が。対人はまでやってなかったんですけれども、はい、部分合流の中で、はい、対人プレーで興梠選手とトーマス・デン選手外れたんですが、うん、はいはい、その時興梠選手はこうゆっくりゆっくり歩いて、うん、でみんなの紅白戦やってるのをこうじーっと観察するようにしてたんですけど、うんうん、トーマス・デン選手は反対側のピッチでボール蹴ってましたから。おー。じゃあ若干コンディションいいのかな。うん、若干こう興梠選手よりは一歩、うん、一歩進んでるのか状況かなっていうふうに。なるほど。やっと松田選手の方が完全合流が早いんじゃない、うん、っていうふうには感じました。うん、あと怪我人情報としては、はい、あの先週行われたトレーニングマッチの相模原戦を、はいはいはい、まあ、ちょっとコンディション調整で回避してた、はい、伊藤亮太郎選手、はい、スパトカイ選手、はい、小泉選手は、はい、あの完全合流してました た、うん、ただ西選手は、うん、ちょっとピッチには姿を取材をしている時間帯ではピッチに姿を見せることがなく、でクラブスタッフに聞いたところ、まあ、治療のため練習は不参加っていう形でした。なるほど。ちょっと西選手が開幕に間に合わないとなるとちょっと苦しいですね。うん、うん、いやでも大丈夫大丈夫、宇賀神選手が大丈夫、宇賀神選手がいるから。いや今年の宇賀神選手は頼もしいよ。お本当にいろんな意味で戦術理解度も高いですしね。うん、うん、でさすが副キャプテンって思うような行動を、ね、うん、してくださってますし、はい、いけますよ。なるほど、期待してますよ、うん、私はそんな中、裏レポでも戦術理解度のところでやっぱまだまだばらつきがあるように見えたと書いてましたけど。はい、そうですね、はい、A チーム、B チームっていう表現をさせてもらいたいんですけれども、うん、はいはい、あまり具体的に誰がどのポジションをやってどういう組み合わせだったかっていうのは、はい、うん、ちょっと表現を避けたいところなんですが、はいはい、あの A チーム、B チームやってる中で、はい、まあ、A チームの方が戦術理解度が高くて、うん、うん、いい形を作れてるんだ、うん、っていう印象がありました、うん、その5レーンに基づいたポジショナルプレーっていうところの連携がだいぶ良くなってきてるなっていう印象 で、はい、で B チームの方はいやもうちょっとここもうちょっとリカルド監督がスペースがある時は持ち上がれって言ってたよね、うん、とか、いやそこの部分でのね、オフザボールの動きはどうなの、はい、とか、そのよくポケットって言うじゃないですか、はい、うん、ボール保持者に対してプレッシャーを守備がかけたその背後のスペースを、うん、はい、オフザボールの動きでついてスッとこう、うん、ね、入っていって、うん、パスが出てとかっていう、ね、もちろんファイブレーン理論に基づいて、はい、縦立て関係にはもう絶対ならない、うんうんうん、トライアングルを作りながら、常にトライアングルを作りながら、うん、それでディフェンスを引きつけてそこを誰が使ってっていう、うん、で各選手がどこのポジションを、はい、ね、立ち位置で取ることによって優位性をより持たすことができるかっていうところが大事なわけじゃないですか、うんうん、そこちょっとこうオフザボールの動きで理解できてないと、はい、
立て立て関係になってしまうっていうシーンが見られて、うんね、紅白戦の中でもこう立て立てになるなっていうような指示が飛んだりとか、うんはいはいはい、あこの選手あ違うよねそこ張ってなくてここのスペースに斜めに入っていかなきゃいけなかったよね、うん、今、うん、っていうようなあまだもうちょっとこう理解するのに時間がかかるかなっていうような部分とかも感じるシーンはありました、うんうんうん、ただそういった中でも、はい、今日良くても、はい、明日ダメだったらっていう、うん、もう裏レポのレポートを書かせていただいたんですが、うんはいはい、下克上ですよ本当にこれ開幕のメンバー予想しづらいですねうん、今現段階ではねでなんかこうなんじゃないのかなとか、うん、自分がこうあってほしいなって、はいはい、取材して、はいはいはい、こうあってほしいなっていうような部分はありますけれども、うんはい、リカルド監督がどれ選手を選ぶかは、うん、まあね今週末のトレーニングマッチの出来もね評価されるでしょうし、うん、もう選手にとったらテストされてるようなもんですよ、うん、毎日毎日、うんうん、でしかも相方が変われば、うん、その動きも変わってくるわけじゃないですか そうですよね、その選手の特徴っていうものがあるわけですから、うんうんうんですね、右利きなのか左利きなのか、うんうんうん、どっち側にパスを出したらいいのかとか、うんうん、でその選手の体の向きはどうかとか、はいね、いや細かいですよ、うん、より去年も確かに大槻、はい、監督のもと、はい、ファイブレーン理論をやってましたけれども、うんうんよりもっと スキルアップを求められる細かさっていうのが出てきてますね。去年はファイブレーン理論やってたけれども、うん、どっちかって言ったら、はい、組織プラス個で個がちょっと強かったかなっていうのを皆さん思ったと思うんですよ。でも今年は組織プラス個もあるんですけれども、うん、その組織っていうところに今、うん、重きを置いてる感じがしました。なるほど。正直言って、はい、指導した時とか見てて、うん、あ浸透は早いんじゃないかっていうふうに思いましたけど、うんうん、いやこれやっぱり時間がかけたかかるなっていうふうに、うん、だんだん沖縄キャンプのこう現地は行かなかったですけれども、はいはい、日々伝わってくるような内容とかを、うん、こう感じてそれで練習場に足を運んで実際に見たら、うんうん、あちょっとまだ時間かかるよね、うん、っていうふうに思いましたね。 なるほどね。なんかやっぱ要素をちょっとずつこう足しているようなところもあるんでしょうね。ありますね。なんで最初はこれできたけどそれはまたプラスされていく要素になるとできなくなるとかね、うんそういうところでの時間がかかるとかね。課題が出てきてその課題を修正したら、うん、いやこの間までできてたことがちょっとスムーズにできなくなってしまったとかっていう感じを受けました、うん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 、で例えばね守備にね攻撃の攻守の切り替えで守備にスイッチを切り替えた時に、はい、いやそこの釣られた空いたスペースどうやって埋めてくっていう、うん、例えばですよ、はい、本当に例えば、うん、両サイドバックが高いポジションを取って、うん、ボランチ1枚がディフェンスの、ねうん、センターバックの間に入ってきて、うん、もしくは入るか、うん、ボールサイドにセンターバック2枚がスライドした、うんね、逆のスペースに落ちるのかとか、はいはい、そういう細かいところの修正で、うん、じゃあボランチ1枚そこに落ちた時に、うん、その落ちた側のボランチ1枚のところにサイドバックが埋めていくのか、うん、サイドハーフが埋めていくのか、うん、もしくはトップの方が降りてくるのかとかね、うん、このものをフル回転、山中選手がよく頭フル回転させてるって言うけど、はいはい、見てる方も頭フル回転ですよ、うんうんうんこの動きはこうだから、うん、いやここはこっちが降りた方が良かったとか、うん、いやこの判断はどうだったんだろうとか、うん、逆にあここちょっと素晴らしい判断だったな、うん、いや私思いつかなかったとかっていう、うん、ものが見えたりとか、うん、いやサッカーって
と面白いなって改めて改めて思ったりとかしましたね、うんうん、西選手がね、はい、沖縄キャンプの時に将棋を、うん、小泉選手がやったとかって、はいはい、いやこれ将棋やったら分かるかもしれないとか、うん、なるほどね、ちょっとここで相手がこうだからこう、こうとかね、ここのスペースでとかっていう、うん、なんか、うん、私もあまり将棋には詳しくないんですけど、はい、小泉選手がすごい将棋をね、うん、趣味でやってるって言うけど、うん、こういうことかしらとかってちょっと思ったりとか、うん、そういう部分がありました。なるほど